だね。電池ないのかな。照明切れちゃう。もう壊れた。そんなことないよね。充電システムがまさかの。うわ、 iPhone じゃない、充電器ないんだが、なんか今日は公園でした。こっちにして、ごめんね、みんなちょっと充電器が反対だからこっちにする。よいしょ。みんな公園を見てくれましたか。久々配信するな多分。インスタライブはやったんだけど何回か。そう、こんばんは。え、なんかショールームのさ背景かわいい。なんかいつもと違う。今日メイク変えたんですけど気づいた、みんな。いつもより濃い感じになったけど、まあでもなんかあれ的にはなんかもうみんな受けじゃなくて自分受けで生きていこうかなと思って。そう、きっとみんなはなんかメイク濃いなって思うと思うんだけど、いいの。いいんです、濃い方が盛れる。やっぱ自分がね楽しく気分が上がれば一番いいと思うんで。そうね、でも今日はいっぱいお見送りで髪色とかメイク可愛いって言ってくれた、いろんな人が。ファンの人が。嬉しい。髪色は抜けちゃって、めっちゃ抜けたの。バカ抜けた。抜けすぎ、抜けすぎなぐらい抜けた。エクステもねついてるんですけど、なんか染めてからエクステだけ別でまたつけたから、色がねエクステと地毛がちょっと若干違う気がする。なんか前髪の方早く抜けちゃって、なんかこことこの色が全然違うんだけど、なんかみんなにグラデーションみたいで可愛いって言われたから、オールオッケーにした。めっちゃ見た。そう、今日ね全部違うんだよね。カラコンもね初めて使うやつだし、めっちゃでかい、めっちゃでかいし、いつもよりなんか顔が白いし、なんかいろいろと全部アイシャドウも何もかも全部変えた。買い直したっていうかな、なんかもう変えた。メイク道具も新しく買い直して、暇すぎてここ最近バカ暇で。やることないから、なんか勉強、メイクのいろんな勉強してみた。でいろんな自分が好きだなって思う人のメイク真似したりとかして変えてみました。でもなんかね、そう、周りが好きなメイクが、メイクの人とか参考にしてる人とかみんな濃いんだよね結局。だからごめん、濃くなる。濃くはなってしまうんですけど、
許してください。多分マジみんな好きじゃないと思うけど、なんかショールームだとあんま分かんないけどね、生で見るとねあんま好きじゃないかもみんな。あと姫カット作りました。こんばんは。 TikTok も更新しましたので、今日あやめろと映ってるやつなんかいっぱい撮った。なんか一気にさため撮りしちゃうからさ、一回撮ったらさ結構あるんだよねストックが。でも今日あげたやつはもう撮ってすぐあげた撮ってすぐあげました。今日そう、もうね、え、そう、なんかアリはアニメに出てくる人みたいになりたいからなんか全部変えてみた。まあ賛否両論あると思いますが知りませんそう、今日はなので TikTok も撮ったし、 TikTok はさなんかプリマもマジみんな撮らなすぎてガチみんな撮らなすぎて私載せづらいんだけど、そうまあ水野愛理ばっかりなんか出てきて投稿してめっちゃうざいなって思うかもしれないんだけど、それはもうみんなに言ってほしい。プリマの他のメンバーに更新しろって。私はさ悪くないんでだから今日アーヤがいたからアーヤに強制で TikTok 撮らせたんで一個なんてそれもまた載せますけど、うん、2人でも撮ったんで載せます。なんで見てください。こっちの顔漏れない、こっちがいい。充電がどうしよう。逆にしていい？逆にしちゃおう。すいません、画面いっぱい酔うかもしれない。なんでいっぱいいいねしてください。いいねとかコメントとか頼みます。え、すごい、何これ、思いを届けって出てきた。アッキーありがとう。昨日は水の推しの女の子3人でご飯食べた。いいな、写真送ってよないの？なんでアイリについて語った？ちゃんと時間がない公演前、声最善になったおたともが愛理にすごいレスもらったって喜んで、嬉しい。いつ？今日の公演？今日の公演かな。え、すごい、重いよ届け、ありがとう。払えるクローバーさん、愛ちゃんストーリー見せた。あ、見たわ、確かに。いいな、愛理もおたとも欲しい。みんな友達になって。だって今君に振られてさ、状況に可愛いの。1ヶ月くらい前の公演、今日もねいっぱいファンの人見たよ。
自分史上一番ときめきハムツアー。今日も一日、あ、私の最近食べてるもの、スパイマン。これはよく食べてます。スパイマン種床、これを私は友達にあげるってしたらまずいって言われました。アリは好きなんだよね。でも体調悪い時に食べると気持ち悪いから、それ前から食べてるの。え、そう、前から食べてるんだけど、なんかドンキ行ったら買っちゃう。ドンキ行かなかったら買わない。この前のインスタライブでも食べた。そう、こいつを食べてます。全然なくならない。でもそんないっぱい食べれないからさ、なんかこれおすすめだよ。駄菓子です。梅、乾燥させた梅。鼻がマジ花粉症すぎてやばいです。みんな花粉症？あれ花粉症なんだけどさ、今年すごいよ。で毎年言ってるよね、花粉って。毎年花粉今年が一番やばいみたいな言うよね。更新してるってことかな。スルメからスパイマンになった。え、スルメも食べてます。最近ゲットしたスルメ。なんかあれスーパーで売ってる、イオンに売ってる、あのでっかい袋に入ったスルメ、当たり目丸々、そのまま足もついてるし体もついてるしみたいな、全部ついてるやつが3枚入ってて500か600円ぐらいするやつ。それちょっと辛いんだけど、それがめっちゃ好きでちょっと食べてるんです、それを。そう、それはジップロックに。え、めっちゃ臭いの。もうマジで臭いのね。もう部屋が開けた瞬間にもう全部その匂いになるから、もうジップロックに入れて封印してる。今日劇場でくしゃみしそうで、え、今日ありマジで何回もうくしゃみしそうになった。え、空のアンソでもくしゃみしそうになったし、ハートブレイカーズとかでもくしゃみしそうになった。え、もうこの2曲に関しても絶対にくしゃみなんてしてはいけない曲なんだけど、そういう曲に限ってあのくしゃみが出そうになる。てかあれ、なんか最近眼科行ってるんですけど、なんかすぐあり目がおかしくなるんですよ。なんか物もらいもすぐできるし、あともう私マジでやばいぐらいのドライアイなんですよ。でお医者さんにもやばいって言われるぐらいのドライアイで目がね乾燥してやばい、やばいの。なんかこうやってギュッてやっちゃうんだけど、もう乾燥してるから。でもハートブレイカーズはあんままばたきしちゃいけないみたいな曲なんですよ。あんまり音だけありがとりょういち。そうやばっ、そう、まばたきできないからちょっと我慢するじゃん。え、もう死にそうになるの。ハート私死にそうになってる、いつも目がうわーって心の中で叫んでる、うわードライアイなんです。なんか日に日にドライアイになってきます。さらに最長距離可愛いの。メガネつけてみた。つけないよ。ハートブレイカーズでメガネ一人だけつけてたらやばいやろ。もう世界観ぶち壊しですよ。だからハートブレイカーズはいつも耐えてる、頑張って。だからでもね、まばたきしちゃうんだよね、もうやばすぎて。
ターにショールームしてますってやるの忘れてた。ちょっと待ってね。オッケー。みんなも配信中だよっておし、あのお知らせして、ファンの人に、FF さんにツイートしてくれ。みんな前川さんの髪色だった。いや、なんか普通に茶色くなっちゃって、抜けちゃって色がね、そう茶色くなっちゃったから元に戻そうと思ってやったら、ブリーチしたんだよね。したらマジで秒速で抜けて、なんかすごい、なんつったらいいの、すごい色になってますっていう抜けました。でももうあれ本当にさ、お風呂一回入るだけでお風呂の排水口が絶対詰まるぐらい抜けるの。あ、ちょっと抜けるじゃない、切れる。痛みすぎて髪の毛が切れちゃって大変、毎回ぐらい傷んでる。めちゃくちゃ傷んでて、もうしばらく染めれないんですよね、何色にもってぐらいやばいです。でもさ、あんまりなんか傷んでるっていうのが見栄えだと私わかんないんですよね。あんまりわかんなくない、そんなに。そうだから大丈夫。でもマジで本当にお風呂に入るのが鬱、毎回また切れると思いながらお風呂に入るんですよ。いや、私お美容師さんに止められたのに、いや大丈夫ですっていう固い意志を持ってやってしまったことにより、案の定やばいことになってます今。けどそんなの大丈夫、もうどうにかなる。もうある程度切れたから、ある程度もうブチブチ切れたからいいの。でもどっちみちエクステつけてるし、何この白くまって、なんか順位出てる。白くまさん決定戦って何、初代白くまさん決定戦って何。たださ、髪の毛伸ばしてたからさ、切れちゃったらなんかマジボブぐらいになりそうで、本当に結構ショックはショックなんだけどね。伸ばしてたのに抜いた。幕張ではこの髪は見れるのだろうか。幕張っていつだっけ。あっきー、ありがとう。何これ、え、かわいい。今の猫ちゃんだ。ありがとう、アッキー。大好き。アッキー、絶対結婚しような。ありがとう。わーい。嬉しい。酸っぱいマン食べてたら、なんかタワーみたいなのを投げてくれた。ありがとう、アッキー。大好きだよ。ありがとう、ちゃんと覚えてる人いた。みんなタワーが来た時はみんなありがとうって言って打ってください。一人だけ律儀に守ってる。嬉しい、ありがとう、忘れないでてくれて。でもね、髪の毛ね、ショールームで見るとマジで明るいけど、肉眼で見るとそんな辛くないけどな。3月16、17はスカイ、あ、そうなんだ。うん、そうなのね。3月16、17までは全然この髪色だよ。プ
プリマもね明るいっていうかこの髪色。プリマ髪の毛何にしようかな。可愛い髪の毛したいけど普通に無難におろしでもあり。だって今君に振られて最上級に可愛いの自分史上一番と決めキャベツは最上級に可愛いの認めなよ恋はダメな。なんだっけ乙女のなんだっけ歌詞忘れちゃった。中学生のねあれ服がなくてさマジで服がないんだよね。何着ようどうしよう服がなさすぎて終わってる。キョンキョンありがとう。24の幕張いつだいつの幕張だ。でももうあれ染めれないのね痛みすぎて。だからもう一回暗い色入れたらもう二度と明るい髪の毛は見れないんですよ。だからその安易に黒く染めれなくてだから多分大丈夫多分ずっとこれかも。多分みんなに止められるか分かんないけどさあれ一回さ坊主にしたいんだよね。まあ、っていうのも坊主にしてなんかウィッグかぶって生活しようかなと思って髪の毛を一回一から生やす綺麗な髪を。そうリセットでもみんなには言わないよ坊主にしたって。ビッグ生活するかも。止める？やっぱやめた方がいいよねそれな。なんかさ誰かとお泊まりとかしててさお風呂から上がったらさ坊主で出てくんの。友達もびっくりしてしまうメンバーもびっくり。え？大人の人に怒られないでしょ別にウィッグなんだし。さんちゃんありがとう嬉しいにゃんにゃんくれてありがとう嬉しい。絶対結婚しような。ありがとうさんちゃんラブ大好きだよ。ありがとうさんちゃんわーいありがとう。確かに踊っててさめっちゃ激しい振りとかしてさなんか回った瞬間にウィッグ落ちるとかになったらちょっとマジでやばいからやめとくわ。確かにやめます。はい伝説すぎそれはマジでやめるわ。みんなごめん心配かけて。やんないよ大丈夫坊主しないから。オーバーザートップで落ちるやばすぎ恥ずかしい。ちょっとアリさんぶっ飛んでるからさ多分こういうなんかあ坊主にすればいいんだみたいな考えなんで突発的になんかやりだす可能性が大丈夫大丈夫やんないよさすがに。さすがに
坊主はみんなびっくりしちゃう。本当にあのカツラが落ちた瞬間とかやばいからやめるわ。やりません。お腹痛い。今日のカラコンはこちら。マジ大きい気がする、いつもより。いつもの一回り大きいですけど、意外と馴染んでね、馴染んでねとか、ほんと口が悪い。馴染んでるわ、とっても馴染んでる。公園中に落ちたらメンバーみんなダンス止まる。え、ダンス止まるどころじゃないよ、多分大騒ぎ、大騒ぎ、大笑いが起きる。もうみんな笑って歌えないみたいななる、本当に。タレメイクアリさん、アリさん、そうそうなんです。髪の毛もね、本当に乾かないんですよ、マジで。だから2時間前に起きないと間に合わない。え、2時間前じゃない、3時間前、朝お風呂入る時とかだとマジ3時間前に起きる、あの家を出る。マジお風呂だるい。なんかお風呂あんま好きじゃなかったんですけど、なんかさらに嫌になった。さらに入るの鬱。乾かすの大変なんですよ、マジで。一番心臓一番ときめき放つわ。あいちゃんまた靴飛ばしたと思ったら、隣の肉だったやつ一回見たけど悲鳴でさ、え、マジでざわつく、多分ファンもざわつく。これ笑っていいのか笑っちゃダメなのかどっちだろうみたいな。笑うの大変。あいちゃんは朝起きると髪は爆発して、え、してないです、しない、しないかも、あんまり。うん、え、だからあれ、仕事の日はメイクさんにね、髪の毛やってもらえるタイプのお仕事の時は朝お風呂入る、絶対朝お風呂入ってそのまま出かけるが一番いい、寝癖もつかないし。ボブなら乾くの早い。あとエクステっていうのもあるな。エクステはねマジで乾かんし、ロングっていうのもあるし、髪痛みすぎて乾かない。それが一番でかい、あの髪が痛みすぎて乾かない。え、でもさ、あれちゃんとキューティクル悪くない？ほら天使の輪みたいな。だからマジで傷んでるようには見えないけど傷んでるみたいな。毛先がねやばいの、終わってるの。乾かしから行くよ。画面だと紫っぽい。ここね、めっちゃ紫っぽいよね。そうなんです。肉眼でもめっちゃ紫っぽいです。ちなみに。大変です。女の子って大変。本当にお金かかるし。お金かかるし。
時間かかるし、マジで大変だから、みんなのそばにいる女の子は大切にしてあげて。みんな好きピール何の話、DMM ってマジで映り悪いんだけど、どうにかしてほしい。でもきっとあれが現実みんなのさ、キャプチャが悪いのかな、どういうこと。映像だったら意外といけてるみたいなことない。なんか本当にさ、 DMM のさキャプチャ見るたび薄いになるんだけど。女の子のそばにいなそうです。アリタンです、対処します。僕の好きピュアリタン。本当に、え、マジでまあね、この配信を聞いている彼女、奥さんがいる人に向けて言います。本当にあのね、デートとか、マジ女の子は集合の何時間も前から起きて、まずむくみを絶対取ってると思う。むくみを絶対に取ってメイクを してね、で可愛い新しい服とかも買ってるし、なんなら前日から仕込んでる子もいると思う。前日からまず一人ファッションショーをするんよ。一人ファッションショーしてね、ちょっとパックとかしちゃったりして、もうただでさえスキンケア時間かかるのよ、女の子は。けどパックなんかも絶対にしちゃって、いろんなね美容液塗ったりとかして、やばい電話かかってきちゃった。そうパックとかもして、いろいろと酔ってないよスラフです、いろいろやって、で朝ね何時間も前に起きて、そういろいろやってます。遅刻しないようにやったりとか、逆にあちょっと遅れちゃった待ったみたいな、ごめん待ったみたいなやつも計算です。多分みんなあれ本当に遅れてないです。多分陰で、あのなんか自分の彼氏とか旦那とか、なんかその多分ね、あのあいるなって確認してから、こうちょっと遠くから見守り、こう走り寄ってごめん待ったっていうやつやったりしてます、多分。うんはい、いろいろ多分やってるんで、あの本当にでね、そうめっちゃ毎回お金かかってるんですよ多分。なんで君のその泊まりにいる女の子、そばにいる女の子は大切にしてあげてください。いいですか。でみんなはね、好きな好きピがいないみんな、アリタのことが好きなみんなはアリさんのことを大切にしてください。アリさんはね、アリさんも一緒、そう、アリさんも一緒なんで。元嫁は遅刻最高3日遅れた。3日遅れたって何？遅れてないよね、もはやそれは。リスケになってない？声遅れて聞こえる？ガチ？聞こえてる？みんなちゃんと見れてる？一回さ電話かかってきちゃったからさ、ママから、うん、おかしくなっちゃったかもしれない。なんかもしあれだったら訪れてる？一回さね入り直してみてよ、みんな配信一回出て、一回出てみて、でもう一回入り直してみて、そしたら変わるかも。
どうですか？48にこんな可愛い子いるん？今年中取る。やったー、ありがとうございます。水野愛理です。ツイッターもやってるのでフォローお願いします。え、私がじゃあ原因だよね。一回じゃあちょっと入り直していい？ごめんね。